はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は制覇についてのお話をさせていただきたいと思います。制覇というのは一本の指で複数の弦を同時に押さえることを言うんですね。 B7、まあ、こういうコードなんかで使っておりますよね。こういうことですね。あとは Gm7、 このコードでも1弦2弦こういうふうに押さえますよね。はい、こういう制覇の時、まあ、この2本ぐらいだったら簡単に押さえられるんですが、特にこの4本全部を1本の指で押さえるというこの制覇、なかなか苦労されてる方も多いんではないでしょうか。質問もたくさん届いておりますので、この動画を作ってます。はい、特にこの1フレットのところですよね。 Bm7、1フレットの4本全部の弦を人差し指で押さえる、これ相当な力がいると思いますよね。なかなかこれちゃんと鳴らすのは難しいんですね。で、このコツなんですが、この親指の位置にあるんですよね。どういうことかと言いますと、人差し指と親指を対にして挟むように押さえる。こうすると大変です。はい。じゃあどうすれば楽なのかというと、この親指の位置をずらすんです。はい。親指の位置をずらします。置いてる親指の位置をずらすんですよ。で、挟む力ではなくて、ねじる力を使って押さえてください。こうです。はい、このままウクレレを離すとウクレレが飛んでいく、こういう力、こうやって挟むのだとウクレレは飛ばないですよね。こういうふうに親指と人差し指の力がこうかかってる感じですね。こう、はい、そうして押さえていただくと鳴らしやすいんですね。はい、そのためには指が若干ちょっとこう斜めにはなりますよ。この人差し指が若干斜めになってこういう感じ。はい、でその時と場合にもよるんですが、親指がこっち側に来る時とこっち側に来る時があります。はい。その押さえやすさですね。その前後のコードにもよるんですが、押さえやすい方向。この場合だと親指を向こうに押す。親指を向こうに押して、この指をここに、くっつけるという風な感じでこうやって押さえていく。そうすると対にして押さえるのよりも押さえやすいと思います。はい、特にこの1フレットのところはナットからすぐです。ナットというのはこの部分ですね。ここからすぐですので、弦が非常に硬く感じますね。すぐ脇の部分ですので、このナットからで、ナットから距離が離れていって5フレット7フレットぐらいになると、ここからの距離が遠いので割と簡単に柔らかく押さえられるんですね。で、ここで押さえづらい方はこの辺で練習していただいて、最初練習していただいて音がちゃんと出るようになったらこっちに持っていただくといいと思います。で、音がちゃんと出ない方、この辺でも出ないなっていうのはよくよく指を見てみてください。この弦のところにちょうどこの指の関節部分ですね、これへっこんでますよね。この曲がる関節のとこですよ、へっこんでますね。このへっこんでる部分が弦に入ると思いっきり力入れてもなりませんからね。ちょっと1ミリぐらい上にするか下にするか、この指を上か下にすることによってそこの部分がぴったりと、音が出る部分がありますので、ちょっとその辺も調整してみてください。で、真正面に押さえるんじゃないで、ちょっと斜めですよ。弦に当たってる部分はここではなく、ちょっとこの親指側のこの辺、こういう風に当たって、で親指、こっち実際親指との距離があるという風にやっていただくと制覇も音が出やすくなると思います。はい、試しにやってみてください。はい、まあ、その時のこの辺5フレットぐらいでも、前後の、フィンガリングですね、前後のコード、もしくは前後の、ウクレレソロだったらこの動き具合によって親指がこっちに来るかこっちに来るかっていうのがあると思いますけども、やってください。で、真正面に対にすることもあります。これはダメではないです。1フレットは押さえづらいというだけで、5フレットぐらい3フレットぐらいになると対にして挟む力で押さえるというのもできますので、これはダメではないないですよ。押さえづらいということですから、間違えないようにしてください。ということで BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない。
から今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない。いつもいつまででも